わての実家淀川の血が絶えるか繋がるかの瀬戸際、頼みの綱はほんまお前だけなんよ。おりん、カニやで。わしが不甲斐ないばっかりにお前を借金の方は人見ごくにしてしもて、わしはいっそのことを死んで詫びたい。なんやの人聞きの悪い。
まるでわてが血も涙もない鬼ばかのようやないか。お父はん、お母はん、おしょうやから喧嘩はやめて。うちが跡取りを産みさえすれば淀川の血は絶やさずに済み、また親の代用にも報いることができる。こんなに頼りにしてもろて龍は家宝物、心底喜んでお嫁に参ります。高校娘の龍が親の借金を棒引きにしてもらう交換条件に嫁いでいきます先の淀川家と申しますのは、神戸に300年から続く芸者屋でございます。そしてこのいささか遠のたった花婿はんは当主の又七、花嫁とは30の年の差の47でございます。この又七、本来なら龍とは義理の叔父、姪の間柄、それがゆえあって夫婦になろうというのですから、まことにややこしい言うか複雑かいき。その時、因縁の三三九度を愛憎のこもった目でじっと伺うもう一人の女、果たしてこのいわくありげな女は何者であろうか。ああ、可憐な花嫁龍の運命やいかに。右の目で左の目を、左の目で右の目を、互いに一歩向かわす目と目、目と目、ああ、目と目と目。瞬く間に9年の歳月が流れ、私との間に2人の娘を設けたお龍でございます。けど、肝心の後取り息子を産むという使命は未だ果たせておりません。そして今また家の期待を一身に背負い3度目のお産に臨みます。にわかに大騒動となりまして、不意に産気づいた龍はそのまま家へ運ばれます。ところがまた七は再び映画館の中へさこらさっさ。男の子が授かったよ。わての娘が跡取り息子を産んだんやで。さあさあよ、姉様にご覧に入れて認めてもらわなあかんがな。やがて生まれたばかりの赤ん坊は輝くばかりの白絹の産着にくるまれて奥の間に運ばれます。そこで待ち受けております病床の婦人、何を隠そうこの女性こそまた七の本妻にしてお龍のおば習いであります。お龍や、よう跡取り息子を産んでくれはった。これでわてはご先祖様に申し訳が立ち、お前は名実ともに淀川家のご両さんや。だぞや嬉しいこっちゃ。どないや。この赤ん坊こそが他ならぬ私、長春でございます。ボーンボーン、高い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 、元気あっかい、ランプあっくらい、チレツチパランチレツチパラン、元気あっかい、ランプあっくらい、チレツチパラン。幼い頃から光るもの、動くもの、不思議なものが大好きだったようで、それから何度か雨が降り、長春3歳となりました。
鬼になっているのが姉のトントンことトミコ10歳。あれなあ、ちりめんを使った恐竜膳です。羽織にしたらどんな着物にも合いますよって。おきぬ、へえ、おきぬ、なんでいつまでも雨戸立てたままなんや。雨はとっくにあんだで、鬱陶しい。坊やトントーラが隠れもする言うて。こちらに隠れておりますのは次女の久江7歳。ほれ、あんたも淀川家のご両班やないか。こんくらいのもん切れなかんで。ほんま綺麗やね。うちよう分かりません。これが私、長春でございます。かくれんぼは暗いところに入り込んでいく遊びです。あの自分は家の中にも明るいところや暗いところが随所にあって、毎日光や影と仲良しになって遊んでおりました。私と映画との初めての出会いでございました。マイトマイト、はい、チンチルチール通りに電気。あの頃は一家揃ってよくいろんなところに出かけました。お不況様のお前、はい、もみじのような手をついて、はい、私の生まれは日の絵馬、寿司と言えば助かる、中国と言ったばっかりに、その日のお裁き極まれば、はい、喜作さんは先代の自分から淀川屋にいる人です。どこで生まれたどういう人かは誰も知りません。もはやほどもなく、そりゃ浜地区町役。この井戸の中には物を投げ込んではなりませぬ、たちまち天罰が下りまするやて。ま、覗いてみなあれ。ここで何したん？ずっといてんの？何にも食べへんの？お母ちゃん、おばあちゃん。アホ！からくりや。
にな、ボン。僕が潰れなかったんよ。わがり。よしよし、機嫌直し。後でアイスクリーム買うたる。な、な。暗い中から明かりが見える。怖いような、優しいような、悲しいような。そんな映画のようなものがいろんなところにありました。さいなら。いつでも人が笑ったり泣いたり怒ったり、寂しい様子をしておりました。カバンが走る、カバンが走る、カバンが走る。クレジットの借金返済法、一計を案じカバンに入って逃げる。家族と一緒に見た本物の映画、当時は活動写真と呼ばれておりましたが、これは本当に面白かった。面白うございましたよ。テケレッツのパッ、テケレッツのパッパッ、テケレッツのパッパッパッ。するばっかしで話ちっともおもろなかったわ。そうやけど。はい、お土産。ロケットレッツのパッパ。何や、テキレッツのパッパ。ご苦労さん。ほな、いただくわ。菊江姉さんたちも冷たいうちにどうぞ。あとでな、おきに。キレッツのパッパッパ。こうして私の活動写真人生が始まったのでございます。長春5歳になりました。長春、おばあちゃんとアイスクリーム食べに行こう。どこにおる？おきぬ、おきぬ。へえ、ごけはん。長春見えへんかったか。また戸袋の中ちゃいます。見つけ出してきて。いつもすばしこいんやから。あ、まあ、ええ、わてが探す。年春の盆、ちんちん取られますせ。盆、お布団干しましょ。もうええ天気やな。ほんま。おそめちゃん、肩もんで。はい。よいしょ。ええ気持ちやな。もう早起き。またお母さんに叱られるで。もうやめて。ダメ。何しとんねん。やめ。あ、もう。かしかし、うちが畳むわ。ほこり立つやんか。どいて、どっちも畳むわ。どんち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 んつってどっちん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 。幼い頃の私はよく芸者衆の部屋に呼ばれ、芸事を教わったものです。正直あくれば心がいる。こうやったらよろしいわ。もっとも実際は芸者衆の気分転換、お手頃のおもちゃやったんかもしれません。はあ、生じあくれば来るちんまはいる。ちっちゃんちっちゃんってなんやん。そやから誰か班があるお家に訪ねていきましたんや。ほんでごめんやっしゃ言うて生じをそっと開けてみれば、そこには誰もいてんと。ワンワンのちんが一匹だけ。なんでおかしい。生じあくればチンチンがいる。僕こんな大人嫌や。悪いお姉ちゃんや。
ボン、堪忍してやな。うん、かいらしいな。ボンはきっとハンサムボーイにならはるわ。そうや、ほんで女をぎょうさん泣かさはるようになるんや。ここのお父はんのように。ボン、大人にならんときいな。このままずっと可愛いままでおりいな。いや、おはようございます。へえ、元町屋からご注文のコーヒーとバターお届けに参じました。へえ、あんた息子はんでか。え、おいです。ああ、ご苦労はん。勝手口待ってんか。うちですか。そっちや。ご苦労はん。我が家の朝食風景をちょっと活動写真風にご紹介いたします。しようか。なんでこんな明るいのにろうそくつけんの。昔からのしきたりや。はい。お父さんだけは洋食、絞った肉汁をゴクンと飲む。ああ、気持ち悪い。頑張って。はい、来ましたよ。夜ご飯の上に熱々の餅をちぎってのせ、塩昆布と一緒に熱いお茶を注いで食べるのが我が家の朝ごはん。そしてみんなで活動写真の話。なあ、イルマはどないして助かるやろか。はよのせ。ああ、あの七真珠のイルマやろ。きっとハリードリックが助けに来る思うわ。ハリーは先週崖から落ちて死んだわ。死んでへん、怪我しただけや。お母ちゃん、そのカス肉うちにちょうだい。せんべいみたいに焼いてお醤油塗って食べんねん。香ばしそうやな。僕にもちょうだい。うちも。あかん、うちが考えついたうちだけの食べ方や。誰にも真似させへん。なあお父ちゃん。いけずにもた。ああ、心配せんでもええ。お父ちゃんに暗状もらったらな。な、ボンは食べとうない。なんかおばあちゃんが焼いてあげるで。しない。おばあちゃんこ。そういうあんたはなんや。お父ちゃんお父ちゃん言うて。小面にくいな。富子の増長はあんたはんのせいだせ。塩昆布、へ、甘やかし放題や。境傍若無人、贅沢三昧、今に毒婦クレオパトラか千姫のようになりますせ。はい、呼ぶ。お母さん、わしは富子のことを女王様や思ってまんねん。なんと贅沢させて、年頃の娘になる頃には神戸中の男を富子の家来にしてみせるのが夢や。ほんま、クレオパトラ上等でおます千姫望むところや。親子して罰当たりが。今に天罰が下るで。あたた、はい、梅干し。いらんいらん、そんなもん。あ、いらんっていうのに。あたたた、よう噛んでや。んお母さん、弟の年春が可愛いって。私はそれがちょっと羨ましい。実は悲しい。こういう難しい人間の気持ちが分かるようになったも活動写真のおかげでしょうか。さて、こうしてまた時が経ち。うしょ、おっちゃん、はよしてんか。あんたらどこの子や。お父ちゃんお母ちゃん連れてき。ごちゃごちゃいいな。お代の請求は西柳原の淀川屋に持ってきたらよろしい。なんぼでも言い値で払うたる。へえ、あんたが淀川屋はんとこのトントンかいな。なんでもつけて気前よ、買うていかはるて。えらい評判です。弟の尋常小学校入学記念や。ボンも今日からは活動写真かてしまうや。もう一人前や。かっこよとったってや。あ、そらごっつおめでとうさんどうます。ちょっと待って、背景をもっと春らしいのに変えて。へえへえ。おい、姉ちゃん後で怒られへん？写真はきっと高いで。貧乏症やな。こせこせしてたらたくましい男にはなれへんよ。ほな、鳩が出ますせ。いらっしゃいいらっしゃい。
さあ、はい、どうも、来ました。あんぺな。おじい。さあ、いらっしゃい。いらっしゃいませ。パテーカベーキ。どうせ、一枚くれ。あれ、古川のもん、今日はお一人ですか。うん、小学生になったよって、気分持ちまんや。そら、おめでとうさん。さあ、いらっしゃい。二階一等席、ご一名ご案内や。いらっしゃい。二階一等席、ご案内。さあ、いらっしゃい、いらっしゃい。冷たいラムネ。はい、どうぞ。はい、ラムネ。ごゆっくりどうぞ。さて、追い詰められたジューンの運命やいかに。で、終わりました先週末に引き続き、連続大活劇、デッドサイクル。なぜか危機を脱しましたる今週のジューンは。ものは何でもすぐ真似をしてみる私でございました。あ、タクシーやジューントラビス、ジューントラビス、レッドサイクル、レッドサイクルの系統は、系統は立たねばならんのや。オッケー。みるみる赤尾が浮き上がる。すると怪しい力が湧き上がる。いやー、オッケー、メンディア。アホ、ほんまに痛いんじゃ。あとは来週のお楽しみ。オッケの登場でございます。これは何の遊びかね。活動写真ごっこ。ほう。で、君はどういう役回りかね。ジューン、これがジューンの印や。ジューンとは女子の名でありましょう。はい。淀川君、本校にも女子組はあるのです。人材がないのであればともかく、男子の君が女の役をわざわざやるいうのはいかがなものか。そやかて、女の方が強うて綺麗でかっこええもん。僕、ジオの方が好きや。なんと。校長先生、聞いて聞いて。ジオはな、おとろしい女の子なんや。普段はおとなしい子なんやけど、せやけどなんや知らんけど、右手のここに赤い赤い輪が浮き出てくんねん。そしたらな、ジオの中から悪い悪い性格が出てきよるねん。どうしてかね。それがわからへんねん。そやから今週も何遍も活動に通って見てるんよ。そやけど分からしまへん。校長先生も活動写真を見て僕に教えてください。淀川君、清山君とはすぐに友達になりました。ここはね、僕の秘密の場所なんや。活動写真見てるみたいやろ。おもろいやろ。おもろいな、清山くんの弁当。ふかしいも2つな。僕な、清山くんとやったら活動写真の話もちゃんとできる思っとった。他の連中はもうめちゃくちゃや、なんも分かってへん。なあ、僕の弁当食べてくれへん。もうこんなん食べ飽きとんねん。清山くんはどんな活動写真が好きな？カバンから足が生えて足できよる。なんや、そんなんやったら見たことあるよ。テケレッツのパッカ。
そう、それやったわ、確か。おもろかったなあ、あれ。そうか、清山くんもやっぱり見とってくれたんか。僕、うまいやで、あのカバン人間。今度やってみせよか。でもな、僕思うんやけど、活動写真ってただおもろいだけやない。時には恐ろしいし、不思議やし、僕にはまだようわからんのやけど、きっともっと大事な、僕らが知らんならんもんがいっぱい積もっとうような気がするんよ。僕はな、それを君と一緒に考えてみたいんよ。僕はな、活動写真ってそんな大したもんやない思うわ。あれはな、テキレッツのパ、それだけや。大正7年夏、お米の値段が大高騰して市場は大混乱、ついに暴動が勃発。理由、米騒動でございます。虐げられた民衆の怒りは野焼きのごとく瞬く間に全国に飛び火して、こんな足手まといになるだけや。身の回りもんだ言うたやろ。あかって、お父さんの形見の掛け軸やら、子供らの衣類やら、アルバムやら、もたれてしまったら、せっとくやめや、命を守るすっとけや。そんなもんな、ほっとけ、ほっとけ。どうしはる、持たれへん。どないしよう、置いてけ置いてけ、これだけ持ってな。街が見えます。まるで活動写真の一場面のごとくでございました。九丁懐にいれば漁師もこれを殺さずと申します。ましてや淀川屋藩はご先祖代々からのご奇特な檀家藩、仮にボートがお宅藩らを出せと門前に押し寄せてまいりましても、指一本触れさすものではない。どうぞお心安うな。大きに大きに、ありがとうございます。なんな、長いことやね、騒動をやり過ごすほんの一晩二晩のこっちゃ。家が焼かれたらどないなりますのや。新規って立て直したらやないかい。そら明暗や。建て替えるときは全部西洋風にしよう。天狗言わんとき西洋館の芸者やなんか聞いたこともあらへん。ほな、離れの用意ができたようなんで案内させますよって。
暑いな。あいつら何やっとんねん。あの池で行水する気やろうか。ほんまに町のもんはすっとんきょうのことしよるな。気つけてな。町が燃えとるというのに、あんたら言うたらどういうこっちゃ。もうほんまに。よかったな、ええ人にもらわれて。ほんま、大きに幸せにな。元気でな、達者で暮らしてな。芸者の染さんが淀川家を出ていきます。岡山の方へお嫁さんにもらわれていくのです。怖い騒動も無事過ぎてしまえば昨日の夢。お染ちゃん、幸せにしてもらいなはれや。ここのことは全部忘れて、働き者の可愛いお嫁はんになるのよ。ところがそこでカラスが一声カーと鳴き、お染ちゃんくるりと振り返り。ほんならボン、うちらも行こうか。うち、恋人いてへんし、ほんまご商売一筋ですねん。月に一回こうして過ごすんが一番の贅沢ですねんわ。ボンにはご迷惑かもしれへんけど、ご一緒してもらうのはお父はんお母はんに対するうちの返しを言うか見えみたいなもんですわ。せやけど僕みたいな子供とやったらぶどう酒もあんまり飲めへんでつまらんね。飲みますよ、飲みますよ。ボンと二人やったらなんぼでも飲みますで。そやけどボンかてうちみたいなおばちゃんとやったらつまらんね。一緒に活動みたいええ人おらへんの？今日もまた見当がバットリンクの
残忍な仕打ちを受けるルシー。笑ってみろ。にっこり笑えないのか。ルシーは二本の指で唇を押し上げ、笑い顔を作りました。ああ悲しきは偽りの微笑み。リリアン・ギッシュ城主演、散りゆく花、全8巻の終わりであります。見すぎやアホやな。でもよかったな、散りゆく花、リリアン・ギッシュ。木魚？うん、それも特大のやつが欲しいんだ。何しろメトロが社運をかけてる中国物の対策だから、伴奏曲もこれにこれって配給元からのお達しなのさ。そやけど木魚は中国楽器か？知るか、学士がそう言うんだ。お、淀川屋の番に淀丸姉さんやないか。どないしたん？岸本の兄ちゃん。いや恥ずかしいわ。お君大丈夫かね？ええ、おおきに。そや、ええ機会や、紹介しとこう。神戸で三つ指に入る老舗置屋、淀川屋のボン。それに今をときめく淀丸姉さん。今度東京から来たばかりの神戸キネマ館宣伝部の小池です。よろしく。一目惚れ？うん、間違いない。なあ、僕らが活動写真の中で見てたことはほんまやったんよ。人が人を一目見て好きになるとき、目がキラキラと輝くやんか。淀丸さんの目もキラキラしてた。会うてすぐにか？会うてすぐに。ごめんください、ごめんください。どなたは？小生、神戸キネマ館宣伝部の小池伝兵衛という者です。卒事ながらご主人にお取り次ぎ願いたい。上がってお待ち。小池伝兵衛、知らんな。よそもんか。何よりやねん。ほんで、この度のレッドランタンという活動写真はメトロが社運をかけた対策でして。うん、主役は誰？妖艶アラナジモ馬上にノア・ベアリー氏を配しております。あれ、アンさん、何もはん言うたらアンさんごひいきですがな。やかましい。すんまへん。何しろ超一級の写真だけに、我々裏方としては伴奏の方も本格的に中国音楽を入れ、お客様方にご満足していただける仕上がりになるよう日夜奔走しておる次第でして。それはそっちの勝手や。ただ唯一、学士が所望する大きな木魚だけがどうしても手配できませんで。どこぞのお寺に掛け合った方が話早いんとちゃうか？もちろんそれも試みました。あかんかったんですか？はあ、木魚を楽器として使うのに抵抗があるらしくて。うん、それはもっともや。それでこちらに大きな木魚があると伺いまして。上映期間中だけのことです。なんとかお貸し願えませんでしょうか？もちろんお礼はさせていただきます。あきまへんな。せっかくやけどお断りしますさ。淀川さん、すまへんな、愛想のない子って。お邪魔しました。すまへん。失礼します。
なんで断らはったんや。お父はん虫の居所悪かったんやろ。ただの根性悪や。ここんとこお商売の方かんばしないのでお父はんご機嫌悪い。よどまるはん、あんたは徳陽寺はんのお座敷かかってますのやろ。はよお風呂行っといで。へえ。草木も眠る牛蜜時のことであります。待っとったで。うん。なんだか気が進まないな。心配いらん、僕の家や。いや、でも僕の家じゃないぞ。抜き足差し足忍び足、まるで泥棒みたいやな。違う違う、君の家だろ。急いでんか。ああ、これか。はあ、でもまずいんじゃないの。今さら何ごちゃごちゃ言うと。でもバレたらどうする。どっちなんや、借りたいんかやめるんか。僕はどっちでもかまへんけど、これほどの大物は神戸中どこ探したかてめったんないで。まったくだ。とにかくこれは傑作だ。電気やかランパークライチレッチパラン電気やかランパークライチレッチパラン。なんだ、受けるのは無遊病なんや。さあ、早く行こう。よし。チレッチパラン。あれ一体何をなんだ。電気は明るい、ランプは暗い、エレクトリックランプって言ったのに。とってもそんな風には聞こえなかったぜ。起きるのだけの英語や。しかし君はどうしてそんなに親切なんだい。勝負や。活動写真のことになったら放っておかれへん。いい勝負だね。君はもういいよ、帰りなさい。乗りかかった船言うやんか。それにこんな格好あんた一人より子供連れの方が怪しまれんですもん思うわ。どっちみち怪しいよ。夜回りの巡査にでも見つかった日には言い逃れも聞かない。出会わぬことを天に祈るばかりだ。一人で歩きとうて。おや、そっちのお兄さんは覚えてます？東京から転勤できはった活動屋はん、うちのこと覚えてくれてはる？こんばんは。おや、具合に乗り物ちょっと乗せてもらおう。
もうくたびれた。なんやのこれ。いかん、巡査だ。どないしょ。どうしよう。うん、隠れとき。うん、こいけよ。夜分とはいえ、ここは天下の往来やぞ。みだらな振る舞いは慎みなさい。申し訳ありません。スカンタコ、うちら惚れたもん同士、どこで何をしようと勝手や。何、女の分際で酔っとるな。酔って悪いか。こっちは酒が商売や。すいません、彼女を悪用してます。生意気なやつや。どこの芸者や。なお名乗れ。あの修羅の気がありまして、後できつく叱っておきますので。けしからん。とっとと立ち去れ。そうします。さあ君、お家へ帰ろう。いやいや、もっと飲みたい。はよ行け。もっと飲みたい。はや。危ないとこだった。命拾いしたわ。ありがとう。君のおかげだ。君たちのおかげでレッドランタンは大入り間違いなし。来週復帰だから、ぜひ見に来てくれたまえ。うん、行くよ。では一等席に招待しよう。行かれしまへんのや。なんでや。ほら、一等席の切符にまああんのに。遠いとこ行かななりまへん。どこ行くんや。遠いとこ、朝鮮。朝鮮？なんでや。それは女の秘密。そんなん。その切符な、ボンのええ人と見たらええわ。あの人のこと好きなんか。まさか。これで三度会うただけの人やない。ああ、悲しきは偽りの微笑みぞ。リリアン・ギッシュ。散りゆく花か。散ってもいい。あてかて一度ぐらい花になりたかった。ジ・エンドやな。来る言うとったんやけど、遅いな。レッドランタン大入り満員、大成功やった。終わりの会が始まる頃、雨になりました。やまへんな。
こんなに雨降ってたらお客さんも来てくれへんな。中お客さん満員やからもう入られへんわ。さすが。おい、しっかり。しのちゃんどうぞ。おきに。雨の中。おきに。ごゆっくりどうぞ。淀川くん。杉山くん。待ってたんよ。うん。僕な、やっぱりやめるわ。え？それ俺に来たんよ。君をすっぽかしたら悪いもんな。でも、なんで？いつかの淀川くんの弁当。あ、あれ？うまかった？うまかった。それが問題や。問題？あれから、どうも君と会うと不自然になるんや。不自然？僕はな、淀川くんの対等の友達でいたいんよ。対等やないか、いつでも。いや、君には分からんかもしれんけどな。それで、僕、淀川くんに活動写真も送られてもないんよ。そんな。すまんな、せっかくやったけど。帰ろや。帰ろ？これお台所とあったかいんや。ほんまや、ぬくいわ。それ、抱いとき。カツ丼の湯も寒いやろ。腹が減ったら食えるしな。ほら、風邪ひかけと。気ぃつけや。ほなな。はい。はい、特別招待席。いいね。すごいな。ともかくこれは大セシール B デミール監督の超大作なんですから。そやけどなんや、題名が渋いな。例えばこの神戸だけでも大遭難とか無人島の炎の女やとか、もっと客が喜びそうなパーッと派手な題名に変えられへんのか。いやいや、それは下品ですな。いや、客はな、下品なものほど受けるんや。上品な写真はあたらしまへんで。いやいや、これからはお客さんも映画と一緒に向上してもらわなくちゃいけないんです。それにこんな上等の映画、普通席で見るのはもったいなくて、みんな一等席で見たがりますから、商売にもなりますよ。淀川君、見たか、レッドランタン。木魚はすごい迫力だぜ。何の話？え？ああ、男性と女性か。次の活動写真だ。いよいよ試写が始まるんだ。試写って？夜中に関係者だけが見て宣伝の方法を考えるんだ。おもろそうやな。小池はんがな、備えに分かるんやったらあんたに任すわ。わしら試写はええ、勝つ目はないし眠となるに決まっとるわ。ああ、ラムネはやめとき、腹冷えてまうで。男性と女性、ほんまに当たるんかいな。淀川君、僕と一緒に見ようか。メール&フィメール、男性と女性、僕の最後の活動写真だし。への？今度の金曜日の前中だ。二人で見よう。それ、タダなんか？そりゃたださ、死者だもの。客はいないんだから。もう一人連れてきてもええ？ん？タダやとおごることにはならへん？そりゃ、タダだから。でも何、何誰？対等の友達や。でも、君みたいな活動写真好きは嬉しいな。早く大人になって、僕の後ついてくれるといいね。小池さん、どっか行くの？なんで最後の活動写真な？平気さ。兵隊さんになるんか。なら、朝鮮に行くかもしれへんな。まあね。淀丸さんに会いに行ったら？淀丸？淀丸さんは朝鮮に行かはった。その訳は女の秘密やそうやけど。現実は活動写真のように都合よくはいかないものさ。長春君もいよいよ中学生だろ。うんと勉強して立派な仕事のできる大人になりたまえ。また帰ってくるんやろ、兵隊さんのお勤め終わったら。もちろんさ、早いとこシャバに戻ってきて、これからも
面白い活動写真をいっぱい見なくちゃ。じゃあさよならか。そうだ。なんや寂しいな。淀川君、人間はな、さよならの数だけまた会えるんだ。ほんまか？ほんまだ。ほんなら何遍でも言うわ。さよなら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 。いい匂いだな。ふかしいもか。うん。世界一あったかい弁当や。死者の夜、僕は聖馬くんと二人で活動写真を見た。小池さんともこれでお別れやった。小池さんは兵隊生活の途中、破傷風とやらの病気で死んでしもうたそうや。でも、さよなら、さよなら、さよなら言うと、小池さんはいつでも目の前にいてくれる。まるで活動写真みたいやな。相次ぐ別れの悲しみの一方で、めでたいこともあるのが我が家の歴史でございます。僕をはじめみんな少しずつ大人になりました。流行りのタンゴを踊っているのは淀川家のトントン、長女の富子、まもなく大阪の老舗旅館のボンボンに嫁いでいく身でございます。親同士が取り決めた結婚とはいえ、先方は大金持ち、浪費家の富子には願ってもない良縁。まずはめでたしめでたしのはずだったのでありますが、いざ蓋を開けてみますと、なんとも面白い顛末が用意されていたのであります。見つかったか。トントン乗せた人力突き止めまして、梅田の駅まで送ったそうです。そっから先は、いやないすまへんなさがよ。どうどうよ。ご心配かけてすいません。三三九度の国権までには必ず呼び戻します。あんたね、結婚式の当日に花を中で築でするやなんてね、聞いたこともあらへん。お前の恥かかされてどないしてくれるか。ひょっとして男でもおったんと違いまるよ。そんな口ではしちゃいます。心当たり八方探させますよって現地すぐ見つかります。花嫁の首に縄つくけど連れてきてや。ほんまやね。僕、家に戻って見てくるわ。頼みます。どないしてでも探してや。まったくあいつは何ちゅうことしてくれるんや。町あたりがとうとうやらかした。淀川家はどうなるんや。その頃の神戸は誠に活力に満ちた都市でありました。港には来る日も来る日も外国船が出入りし、西洋の新しい文化がどんどん伝えられてまいりました。いきなりおらんようになって、次は電話で金持ってこいか。お金持ってきてくれたんやろ。りょうさんはないよ。なんぼ。15円。しぶち。贅沢言うたらあかん。おばあちゃんのへそくり無駄拝借してねんから精いっぱいや。昼ご飯ごちそうするわ。うん。お父ちゃんどないやった。今日も乗せて寝込んではるわ。お姉ちゃん感動されるな。ええー、ねん、覚悟の上や。一人できっちり生きてみせたる。
お姉ちゃんはいつも一人で先走っていくんやな。そう見えるか。何走っとるんやろ。関東大震災であります。遠い関東の地の出来事ではありましたが、この時期を境に淀川の家も変わっていったのでありまして、震災の煽りを食って株が大暴落、慣れぬ相場に手を出していた又七は致命的な打撃を被り、家屋も一気に廃業に追い込まれてしまったんでございます。落ち着いたら手紙書かせてもらいます。ほんまにお世話になりました。大きにありがとうございました。人も時代もいつまでも同じままでいるわけにはまいりません。こうして私の子供時代はどんどん遠くなっていくようでありました。あなたです。まだすごい。あなたの方。お、これ蓄音機ですな。ああ、したけど国産やな。国産はあかん。ウエンゴしてんのどうや。ウエンゴでしょ。こんなこら運んどいて。はい。まったあんまり聞かん名前やな。額縁も古いし、あ、傷もあります。そう、傷か。ウエンゴしてんのどうや。ウエンゴでしょ。ウエンゴでしょ。頼むわ、これ。頼むわ、頼むわ。あとよろしく頼みました。そんな後で行きますわ。たんまらばっかりな、俺。うん、ちょ、これ、ちょ、見ないでくれ。そうね、これだね。姉さん、これ開けまへんわ。おりょうは、こりゃ立派な目標でおまんな。重たいで、持ってけるか。これじゃない。もう誰も持ち出されへんで。そうや、こちらのトントンは原稿にならはったそうです。そうなん。あんさんが知らへんのかいな。お姉ちゃんは感動されたから音信不通や。そやけど3日でやめはったそうです。お客の顔引っ叩いて。もっとどこまで恥さらしなんやろ。面白いやんか、トントンらしいわ。そない言うたらもう一つ、ヤドマルハン、やっぱり死なはった。車にはねられてんな。朝鮮でか、なんでや。何言うてんの。ヤドマルハンは徳陽寺藩にもらっていかはったんやないの。徳陽寺にヤクザに追われて逃げたらしいわ。やっぱ、なんか訳があったんやろな。気付けて持ってきや、戻ったのね。もらえやん、どうやん、お母ちゃん、お母ちゃん、何何もかもノーマル。もう淀川やはおしまいなんか。僕らは物乞いになるんか。何言うてるの。しっかりし、この世の割りあるまいし。割りや、割りや。年ぼん心配せんとき、あんたにはお母ちゃんがついてるやないな。心配せんときな。ここや。姉ちゃん長春久江。
ばわかったな。誰かわからんけど、この住所ハガキで送ってくれたんや。心配したで。あれからいろいろあったけどな。まあこうしてここに落ち着いたいうわけや。姉ちゃん変わらへんな。いつも明るうて姉ちゃんと会うと元気出るわ。あんたも変わらんな。うちは不器用やよって世の中の激しい移り変わりにはようついていかんわ。そや、家は長屋住まいになったけど、久江姉ちゃんはいつまでもお嬢様や。学校でみんなやるよってええやん。ええやない。さあ久しぶりに兄弟さんに揃ったんやから乾杯でもしよう。小西さん、おきぬさん。どうも、喜作さん。びっくりしたやろ。まあ言うたら潰れた淀川屋の廃物利用ですね。喜作さんやったんか、はきくれたんは。ああ、余計なことをいたしまして。ありがとう。乾杯するから、なんか冷たいもん。そうやな。喜作さんがこっそり教えてくれたおかげで、久々に兄弟交換会となりました。それにしても、我が家のトントンがこんな立派なミルクホールの経営者やなんて。それでは資金はどうしたかというと、それはきっと姉ちゃんの崇拝者のボーイフレンドのボンボンらが集めさせられたんや、との噂がしきりでありますが。誰かおらんか。いらっしゃいませ。主人出さんかい。主人はうちや。ほう、なら骨出さんかい。うちとこ魚屋とちゃいますよって骨なんか出しとってもあらしません。姉ちゃん、骨というのはな、その魚のアラのことや。店出したかったらな、わいらにアラ収めんのが島のしきたりじゃ。ヤクザか。だったらどうして。そうやったら僕嫌いや。ああ、もう帰ってほしいわ。何やって。何アホ抜かしとんじゃ。起きて守っとらんのお前らやないかい。チートは痛い目あんと分かったのか。骨の代わりにあんたの肉で腹と思ってもええんやで。ほな表へどうぞ。ん？うちの体で腹たるから好きなようにし。好きなようにってお前、こんな表通りで何ができるんじゃ。ああそうですか。あんたら表通りでは何もでけへんから、それで裏通りでこそこそ弱いもんいじめしとん。何それがあんたらの掟ですか。血出てます。ほなこれで全部払いましたで。よろしいな。うん。まだ何か。まさかな、俺のかかあになれても家前に。
池永はじめです。いや、まっことお見事。こんな独創的なヤクザ撃退法は初めて拝見いたしました。いや、愉快愉快出してくれ。一言で言うなら、姉ちゃんは人間の誇りいうもんを大切にしとったんやと思います。町では今日も銅材屋さんが新しい活動写真の大宣伝を繰り広げます。林道の一部にな、単位時間内に生じる熱量を言うたら、その部分の抵抗と電流の強さの事情との総集積に比例するんや。中学校も上級生になった永春少年、突如勉学に目覚めたわけではございません。せっせと精を出しているのは活動写真館の宣伝用チラシの原稿であります。 CR になるよってに。ここは C× そも女とはいかなるものぞ、おてんば娘聞き奥様お耳拝借、モダンガールと山男、猫の寝巻き、女心を誰が知る、いかがわし。それは活動写真の題名です。輸入元の配給会社が勝手につけたんです。僕の趣味ではありません。ただ家計の助けになればと恥を忍んで。ほなら中学生としてもっと恥ずかしいないアルバイトをしなさい。例えば港湾労働、道路交付、その気になったらいくらでもある。だいたいくだらん活動写真なんぞにうつつを抜かしておるから落第点なんか取るんや。君はこのままやったら確実に落第やで、卒業でけへんぞ。先生、さっきの言葉は撤回します。何？活動写真の内職をするのは好きやからやってるんです。貴様、先生こそ活動写真をくだらんものと決めつけられた。暴言です、侮辱です、撤回してください。退学処分になりたいんか？それは中には箸にも棒にもかからへん作品もあります。そやけどそれと同じ数だけ人の心を打つ立派な立派な作品があります。活動写真は音楽や文学と同等の素晴らしい芸術だと僕は信じています。芸術やと？はい、活動写真は僕の夢です、希望です、生きる支えです。活動写真は学校やと思うとおります。学校やと？学校を侮辱するんか？学校は大切やと思うとおからです。ほんなら例えば活動写真は何を教えてくれるんや？人情とマナーです。そのくらいでええでしょう。教頭、こいつは謹慎処分です。一つお願いがあります。僕を謹慎処分にする前に皆さんで今上映中の活動写真を見てほしいんです。それはモダンガールと山男かね、それとも猫の寝巻きかね？ウーマンという作品です。何のためにかね。活動写真が一つの芸術やということを認めてもらいたいからです。アホらしい。見てもらえさえしたら僕はどんな厳しい処分でも喜んで受けます。ウーマンとはどういう物語かね、何をもって芸術と言えるのか。話してええんですか？うん、私は活動写真に慣れておらんので分かりやすくな。はい。南北戦争、アメリカいう国の話です。一人の娘が洗濯しとる、なんや知らん、ため息ついとる、恋でもしたんかいな。そこへ若い兵隊、逃亡兵や、かくまってくれと愛願、娘慌てて向こうのわらたばの中へ兵隊を隠す。追って数名、娘に兵隊を知らんかと聞く。娘強く首を横に振る。追って去っていくが、一人が戻る。ポケットから時計を出して娘の目の前に、キラキラ光る銀時計。娘は時計に手を伸ばす、掴む、目をわらたばに。追っての兵たち、わらたばの中から兵隊を引きずり出す。バン、射殺。娘泣き伏し、手にした銀時計を投げ捨てる。怖いな、怖いな。ああ、そも女とはいかなるものぞ。僕はこのウーマンによって映画の洗礼を受けました。いや、実に面白かったよ、淀川君。実際に活動写真見とうようやった。君は将来そっちの方面に住みたいんかね？はい。
な、先生の知り合いに京都で活動写真の制作をやってる人がいるんやが、まあしかし卒業まではなしっかり勉強しておきなさい先生、あんなすぐ活動写真作る人たちはほんますごい人たちだと思いますけど、僕その活動写真の面白さ、凄さをそれを知らん人に教えたい。もっとみんなに活動写真好きになってほしいんです。うん、そうや先生、ええことあります。これから月に一遍学校みんなで活動写真見に行かへんですか？映画の学校や、僕その選定委員やりますから。淀川君、仕事はどうや、つろうないか？今まで母ちゃん一人で頑張ってきたけど、もう年やしな。これでようよう親孝行できた思うとるわ。偉いんやな清山君は。うちも貧乏になったけど、学校辞める勇気僕にはあらへん。僕はな、ほんまは船乗りになってアメリカやイギリスへ行くんが夢やった。アメリカか、ええな。そしたらチャップリンに会えるわ。ボロを着てても心は紳士、淀川君の神様やな。ああいうもんがどんなに大切なもんか僕に教えてくれた人や。一遍で生きとううちに会うてみたいわ。君にはよう活動写真の話教えてもろうたな。僕はな、子供の頃死んだ父さんと見たテケレッツのパンしか知らなんだ。淀川君と二人で見た男性と女性、僕には一生の思い出や。うん。淀川君は将来どうするんや？僕はな、このまんまいつまでも活動写真の中におられたらええ思うとる。どんな大人になるかわからんけど、どんな大人になっても活動写真の中で生きられたらええ。一日中活動写真見て暮らすんか？そんな大人はいてへんよ。違うんや、僕にはこの世の中のことがみんな活動写真のように燃えるんや。家のことも悲しいことも、清山君とさえならせんならんことも、何もかもが活動写真の中の出来事や思うたら面白いもん。面白いんか？悲しゅうてもそれが人間やろ。泣いたり笑うたりなんや一生懸命で面白いわ。ずっとそう思えたらええね。長い長い活動写真や。浜の子供をと打ち上げる残りの花火は寂しいな。なんやそれ。僕の好きな歌や。淀川君のために一生懸命歌うたる。うん。今年の夏もこれきりよ、明日は汽車で帰るのよ。砂には黒い海ガラス、吉津の茶屋の秋の風、雨の晴れ間に打ち上げる残りの花火は寂しい。表札は相変わらず昔のままの立派なものでございますが、我が家はどんどん貧乏くさくなって、とうとう長屋住まい。その淀川家からまた一人去っていく娘、次女の久江でございます。活動写真の中では人間が一生懸命になるとこういう動きになるのです。かくして、thank you.
幼なじみの青年との初恋を成就させた久江は親の院に背き大井東京の地へと駆け落ちしていったのであります。駆け落ちしはったんだすか。恋さんもなかなかやるもんや。一目惚れの恋を実らせはったんやろ。お家ん中ますます寂しいなったやろな。年頃の窮屈が気がかりやな。そんな兄弟があるんやったら年下の引き取ったらええやん。いらっしゃいませ。実はなうちプロポーズされて。結婚するんか。なんかな。あの人池永さんか。ほなら相手にとっては不足はないやろ。決めたらええやないか。不足はない。せやけど結婚は窮屈や。罰当たるで。自分でもようわからん。幸せになりかけるとなんや落ち着かんようになる。うちの体の中の血が騒ぎ出すんや。いつまでも子供のまんまでおるわけにもいかへんしな。うちらはいろんなもんなくすように生まれついとんよ。どういう意味や。うちらのように生まれついた時からの物持ちはな、あとはなくしていくしか楽しみあらへん。あらへんのや。宿命やね。死に急ぐ。ついに弟の年春が自殺したのであります。ただ一言、わけもなく寂しくて死にますと書き残して。人火事起こす気か。喘息の煎じ薬作らない。そんなもんもう作らんで。年本あんたの薬やないの。しっかりしてくれ。僕は年春やない、長春や。辛いのはわかる。せやけど淀川家の五郎さんやないか。しっかりしてくれ。負けたらあかんのや。もうあんただけはどこにも行かんといてや。あんただけはうちらを捨てんといてや。あんただけになってしもたんや。うち寂しゅうて寂しゅうてかな。
長春がこの家を出ようと心に決めたのはこの時でございました。その上におばあちゃんまでが。もうあんたどうでもわてらを捨てていかはんのか。おばあちゃん許してくれ。僕は活動指針で身を立てるんや。この道より他に我を生かす道なし。離して。いや離さに、どうでもいいふうならいっそわてらを殺していって。離して殺していってえな。こうして300年続いた淀川屋もとうとう終わりを告げたのでございます。それでは私の中に残った淀川の地位は一体どうすればよいのでしょうか。活動写真、その頃にはもうだんだん映画と呼ばれることも多くなっていましたが、それもこう暗くて陰惨ではいけません。おおきにまたお越しください。立つべきものは立ち、守るべきものは守る。映画の学校では活動写真も人生もそういうことがきっと大切なのでしょう。おきに、どなた？僕や、早く入れて。おお。明日の朝まで僕をかくもうて。どないした？東京行くんや。やっぱりな。あんたも言い出したら聞かんたちやし。もうかなわん。お母ちゃんは泣き通し、おばあちゃんは僕は東京に行かんよう病気にしてくれ言うて祈祷師に頼んで祈らせてんで。ほんま怖いわ。お父ちゃんは？ボケて自分が誰かも分からへんようになってしもうた。うちはもう反対せえへん。好きにしたらええわ。寂しいなるけどな。わけもなく寂しくて死にます。なんでみんな嬉しゅうて生きられんのかな。いきなり東京行ってどこか当たりとかあんのか。活動写真の専門誌尋ねてみます。今まで僕の投稿を何度か採用してもらった雑誌です。投稿仲間もいっぱいおりますから何とかやっていけると思います。そうか。まあ困ったことがあったら何でも私に言いなさい。池永さん、活動写真好きですか？いや、私は忙しいでね、そんな見とう暇ないよ。残念やけど。ほんならええです。その代わりお姉ちゃんをよろしく。お母ちゃん、我慢といて。ようここが分かったな。連れ戻しに来たんか。ずいぶん探したわ。そしたらお母ちゃん帰るわ。お父さん一人置いてきてるしな。もうちょっとゆっくりしてったらええのに。久しぶりやない。そうですよお母さん。おおきに、また来させてもらうわ。おばあちゃんは？おばあちゃんな、駅行かはった。駅？ボンのこと命に変えても東京には行かさへんって。それはもうものすごい形相でな。おばあちゃんにとっては
永春が最後の頼みの綱や。あんたがおらんようになったら淀川家はほんまに潰れてしまう思うと。ほなお母ちゃん帰るわ。お父はんほっとくわけにもいかへんしな。お母ちゃん体は大事にな。僕もっと大人になってきっとお母ちゃん大事にするからな。みんなで神戸駅まで送ると言うてくれたけど、それでは見たっておばあちゃんに見つかってしまうので僕は一人で出かけた。東京まで3等の切符、大人1枚。おばあちゃんはやっぱりいた。白い髪を逆立ててまるで鬼のようやった。もう改札を通り抜けるわけにはいかへん。もしかして末山くんか。懐かしいなあ。君はアメリカに渡ったんやなかったんか。アメリカ、何の話や。何言うと、僕はあれからずっとこの神戸駅で働いとんやで。君こそ一体何しとん。東京に行かんならんのにおばあちゃんに道を塞がれとんねん。絶対絶命の危機や。ほんまか。なんとか気ぃつかれんと通り抜ける方法ないやろか。君どっか裏口知らんか。いくら駅員でもルール違反はでけへんわ。そやけど、そうや、テケレッツーのパ。テケレッツーのパ。君の得意な活動写真や。そりゃ無理や。僕はもう大きゅうなってしもうてこのカバンに入られへんわ。子供の頃に学んだこと、大人になっても役に立つもんや。これに乗り。うん。せや。テケレッツのパ。テケレッツのパ。テケレッツのパッパッ。テケレッツのパッパッパッ。こうして僕はその朝旅立ったのでありました。さて、では東京で僕を待ち受けていた新しい運命は。その冒険の日々の物語はまた次なる機会に語るとして、まずは淀川永春物語神戸編全6巻の終わりであります。それでは皆さん、ごきげんよう。また会う日まで。さよなら、さよなら、さよなら。
ちゃん。ごめんな。清山くん、元気でな。姉ちゃん、いろいろ教わったな。お母ちゃん、待っててな。体大事にしてや。ヨドマルさん、忘れへんよ。どんな大人になっても。そして、ありがとう。活動写真。